おはようございます何も変わらない朝が明けました2019年7月20日でございますけども私にとっては大きな一日になっておりますそれはですね2013年の7月20日に即賀塾の第1回目が始まったからなんですよねそしてですねお金は全部使えというねそういう概念もこの頃私はね持ち始めましたお財布の中に夜寝る時に1000円2000円でも残っていたらああなんで今日のうちに この1000円2000円を未来の自分に投資できなかったのかなっていう風に悔やんで眠りにつけみたいなねスローガンを自分に掲げて速化塾の中でも発信していましたあまあ、きっとね堀江さんがその書籍の中で言われたこととイコールかどうか分かりませんけども似たようなことだと思うんですよで多分吉谷さんも私もなんですけども使い果たして次の日に向かうっていうこの概念ね、えー、これを持っているところでも気が合うところだと思うんですよえー、例えばですね 億万長者合宿というのが設定されました億万長者合宿の中で、えー、どんなね、えー、ことを話していくのかどういうことを伝えていくのかっていうことを通常は考えると思いますけども考えた瞬間に私と吉谷さんは何百話にも渡るようなねこの動画の中で惜しみなく事前にどん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 ぶち込んでいったわけなんですよもちろん億万長者合宿に参加していない方でもこの億万長者合宿の中で語られる内容がずっと閲覧できるという状態ですねっ で、億万長者合宿当日になった時にもう在庫からですよ。何も話すことなくなりました。でも、その何もないところからまたね、えー、発信していくということが私たちできるわけですよね。なぜなら、今まで発信してきたことによる蓄積が新たなるインプットを呼び、また新しい発信力になるんですよね。情報っていうのは出し出しみしては信頼を失いますし、何よりも自分の限界値が広がりません。だから常にね、朝起きた時には、 もうネタが空っぽという状態にもう昨日全部出し尽くしたよというふうな状態にしなければならないんではないかなと思いますその上で何か一つのテーマを発信しようと思った瞬間に今までのアウトプットのテーマが全てがね自分の中に押し寄せてきて内側から出るエネルギーとなって新しい発信に結びつくんではないかなと思うわけなんですよね人間っていうのは今まで生きてきたその経験と知識だけで今日や未来を構築していきますよね当たり前のことですよね じゃあ今までの人生で全てを出し切った人と出し切らずにまあ温存してきた人とどちらが有利なのかっていうのは意見の分かれるとこかもしれませんけども私は出し切った方だと思うんですよね。例えばね一流選手と比べて恐縮なんですけども一流選手が体力を温存して練習に臨んだらどうなったかなっていうことなんですよ。やっっぱりりり練習を試合のつもりで一生懸命一生生懸懸命命取り組むことによって新しいね 次の日のパワーが1ランク2ランプアップしてるはずなんですよ。温存した分だけ私はマイナスだと思ってます。まあですんで、でお金に関しては無理やり使えとまでは今言いませんけどもね。えー、例えば私の場合お財布に1万円以下しか入ってなかったわけですよ。か果塾始めた頃っていうのは。それから始める前っていうのは本当そうだったんですけどもね。となると全部使い切っても別にお財布の中の1万円以下の金額がゼロになるのか、それとも4、5千円残るのかっていうこのぐらいの 違いだったんですよねだから全部使おうかなと思いましたけどもやっぱり今はまあちょっと現金を使わずにクレジットカードになったってところもあるんですけどもとってもね今ある全金額を使い切ることはできないなっていうところになっちゃってますでもでもですよ私は今毎月の消費金額ってのは年収みたいな額を使うようになりましたこれは投資にぶち当てていくところとか事業に当てていくところとかって様々なんですけども明らかに麻雀店をやっていた2013年7月20日以前の お金の使い方思考の使使いいい方方思思考ととは変わったかなと思いますよ、ね、そして今7年目を迎えてさらにこの6年間即果塾でやったことっていうのは全部出し切ったなと思います全部出し切ったからこそこの7月20日に新しいスタートが切れますしやり残したことがないから新しいことに取り組めるんではないかなと考えてるわけですよね、えー、皆さんのねお考えもさまざまあると思いますけども私はこの7月20日っていうのがやっぱり人生ね何回繰り返されても 常に頭によぎる日かなと思います。皆様にはそういう日がありますかねこの日はもう忘れられないと。なんかのね、クリスマスとかあお正月みたいな記念日もあります。誰かが設定した記念日もありますけども、そうではなくて、自分の聖なる日といいますかね。で、7月19日、これは私が意識してマージャン店を閉店しようと思った日なんですよね。閉店日は別にいつでもよかったんですけども、7月19日を私の人生最後の店舗運営の日、そして最後の従業員の雇用の日とすることによって、 また7月20日に新しいね意味をもたらすんじゃないかなと思ってやったわけなんですけども、まさにそうなったかなというところでございます。皆様の中にもですね、出し切ったということとね、今までの人生を使い切ったということと、それによって出し切ったからこそ、今日から新しいストーリーが始まるということ、伝わっていけばなと思いながら、この放送に変えさせていただきました。それではですね、2034フェス、もうすぐですね、4月22日ですから、もうかなりね、私の場合はね、今回、 まあ、23人45人来てくだされば十分かなと思ったんですけども、うん、やっぱ10人を超える方が参加する見込みということで非常に嬉しいなと、うん、ただやっぱりあ,のあんまりねあの間が持たないと思いますんで3時間4時間はやらないと思いますあの暑くなることも考えられますし雨も考えられますので。 まあ一人一人ね、運転席に座っていただいたりとか、記念写真撮っていただいたりとか、いろいろ試していただきたいことはいっぱいあるんですけども、できる限りのことをこれからもね、させていただこうかと思います。まあでもね、皆さんと再会できるのが一番嬉しいですよ。そして、まあ,あ、のナイト2 0 0 0とね、一緒に、それぞれの、こうね、一日が過ぎていくという、この思い出ね。 この思い出が私は感動ですよね。うん、日本全国各地オフ会で1年半もありましたけど、まだ続いてるなというとでございます。皆さんと一緒にその思い出の1日を刻めること私の人生の中に貴重な1日がまたね。増えていくことを本当に感謝しております。それでは失礼します。